かつた玉荷場横丁並びに表町フライパーキング運営開始のオープニングセレモニーも取り行います。かつた玉荷場横丁並びに表町フライパーキングのオープンです。どうぞ。みんなが集まって楽しまれるところ、楽しむところを作っていこう、まあ、そういうテーマでたまり場を作ろうっていうのが実はひたちなかまちづくり会社の経営理念なんです。この町に住んでいる人たちが元気よくこう生きていく、元気よく過ごしていくこと、これが大事なのかなと私は思ってます。まちづくり会社、そしてたまり場横丁がにぎわいの拠点となりますように、そしてここから全国にひたちなか市を発信できる素晴らしいまちづくりが出来上がることを心から確信をさせていただいて、市長としてのお祝いのご挨拶に返させていただきます。はい、じゃあこちらこのまま持っていただいてね。はい、どうぞ。はい、よかったね。はい、ありがとう。おいしい。どうぞ。特別いくら？え？特別にやった。港にはたくさんおいしいもの、おいしい魚が、ね、上がってるんで、その魚をお知らせするっていうことで、みんな喜んでいただけているかなと思います。まあ、もっともっと喜んでいただけるようなものを取り揃えて、参加できればと思います。どうもいらっしゃいませ。さあ、里見のジェラートいかがですか？すいません、どうぞご試食できます。あ、どうですか？これは醤油ベースで味付けしてありますよ。思ったより人がたくさん来ていただけてるので、はい、用意してた分ももう、もうすぐ売り切れそうなぐらい、はい、好評いただいてるんで、はい、今後も参加させていただければありがたいと思います。はい、はい、うさぎさんできた。いや、いいね。たくさん人が集まってるなと思いました。もっといろんなお店が出ると賑わうかなと思います。手作りとかいっぱい売っててすごいと思う。今度は友達と来たいです。たまたま来てで、これ見て行ったんだけど、まあ面白いなと思って、うん、食べ物も安いですし、売ってるものが手作りのものとかそういうのが見られてすごい楽しいです。